皆さんこんにちは、島津禅心と申します。前回は座禅の仕方の動画をご視聴いただきありがとうございました。今日はですね、座禅ってすごく、大事というか、いいんですけれども、それと合わせて禅の言葉ですね、禅語というのが、たくさん実は私たち日常の中で使っている言葉だったり、普段聞いたことない言葉も含めてですね、禅の禅語というのがたくさんあって、今日はそれを一つですね、皆さんにご紹介したいと思います。今すごくこう新型コロナ肺炎でものすごくこう不安だとか、経済活動がこう止まってしまったりですとか、あとは本当にこうスーパーから物がなくなったりですとかですね、それこそ自分がかかってしまうんじゃないかとか、とにかくものすごいこう世界中が不安になっていると思うんですね。ぜひその禅語ですとか禅の知恵からですね、そういったこう不安を少しでも小さくしていただくというか、解消いただくために今日一つですね、禅語をご紹介したいと思います。前回座禅の仕方でも実はこのステップで心を整えていったんですけれども、こういう禅の言葉があります。上からですね、長身、2つ目が長足、3つ目も長身というふうに読みますけれども、この長っていうのは整えるっていう意味なんですね。整えると読むんですね。で、整えるっていうと普通整理整頓の整って皆さんこう書くと思うんですけれども、何かを始める時の準備で整える時にこの長という字を使います。ですからこれは実は座禅をする時の大切なステップとしてですね、この3つのステップがあります。で、1つ目がですね、長身ということで、これ体を整える、姿勢を整えるということなんですね。で、座禅の時も必ず下半身をしっかり整えて、手を組んでですね、背筋を伸ばすと、そして目を軽く閉じるということで、体や姿勢を整えるということですね。これが長身と。で、2つ目ですね、次が長足ということで、呼吸ですね、しっかりと深い呼吸をすると。皆さん普段こうストレスが高くなると、実は呼吸がすごく浅くなってるんですね。ですので深い呼吸をしっかりとしていただくと、座禅の時もそうなんですけれども、呼吸を整えるというのが長足になります。で、そうすると結果として心が整うと。だからざわざわして不安な時に、なんとかこう落ち着きたいと思っても無理ですよね。急に心をカッとこうスイッチを切り替えるのは難しいので、こういうステップで、心を整えていきましょうということなんですね。なので、普段日常の生活の中で言えば、背中を丸めて歩いたりとか、すると呼吸が浅くなりますし、余計にこうどんどん落ち込むんですね。だからしっかりこう胸を張って、正面を見て背筋を伸ばして、そして呼吸をしっかりするということですね。深呼吸をゆっくりしていくと、わずかかもしれませんけど、ちょっとこう落ち着くっていうのを体感していただけると思うんですね。で、この息という字をよくぜひ見ていただきたいんですが、この息っていう字どうですか？分解すると何か気づきましたですか？息という字は分解すると自分の心ということなんですね。ですから、いかに呼吸が大切か、いかにその心とつながっているかということですね。それをぜひ知っていただいて、少しこうなんか不安だなと思ったら、背筋をちゃんと伸ばして、そしてしっかりと深呼吸をして、そして心を整えると。ですからこの禅の言葉を覚えることの良さっていうのは、非常にシンプルですよね。ですからそのなんか不安になった時に思い出していただいて、マインドセットしていただくというのにすごく有効だと思います。なので、ぜひちょっとこう不安だなと思ったら、体をこうしっかり背筋を伸ばしてですね、そして呼吸をしっかり整えて、自分の状態を観察していただくと、少しはですね、こうなんか心が落ち着くんじゃないかなと思います。で、もう一つですね、体を整えるというのは、背筋を伸ばすっていうこともあるんですけど、体を動かすっていうことでもすごくこれはいいと思います。だから何か不安があった時はとにかく体を動かすことですね。もちろんヨガなんかは最高だと思いますし、ランニングだとかストレッチとかですね、体を動かしたり、それから何か集中するということですね。お料理でもいいですし、何かを書く、
目、とにかく何か、まあ、書道なんかももちろんいいですけど、ちょっとこう字を書いてみたり、そんなことで何か一つのことに集中没頭するっていうことも実はすごく大事なことです。はい、ということでぜひですね、何かちょっとこう、まあ、ざわざわしたり不安な時はしっかりこう背筋を伸ばして、体をまず整えてですね、そして深呼吸をして心を整えていただくと、はい、いうことで、非常に禅語にはたくさんそういう知恵が、まあ、ギュッと凝縮されてますので、今日は聴心聴足聴心というのをご紹介させていただきました。で、私が、まあ、書かせていただいたですね、お休み前の5分禅という、まあ、本がありまして、この中には70の禅語がたくさん、まあ、お仕事とちょっと関連してですね、まあ、ストーリーとしてお話しさせていただいてますが、まあ、ぜひこんな本もですね、活用していただいて、概要欄にもこう、ね、ちょっとご紹介させていただいてますから、皆さんの今の状態に合う禅語を見つけていただいて、まあ、心をリセットしていただくのに活用していただければと思います。